宇宙船のクルーの準備にかかった時間は3年。その謎の天体に着陸するための準備のため、グランドキャニオンの岩石を収集し、ネバダ州の古代の火山も調査しました。ハワイ中の火山の火口の調査もしたのです。限りなく重力の小さな環境に耐えるため、壁などに装置で体をくくりつけて移動する方法も訓練しました。宇宙空間で耐えられるよう、極限状態の食事と睡眠の中での訓練も行われました。その天体の静かの海と呼ばれる場所に着陸するのにかかった時間は3日と3時間49分。嵐の対応なども候補に挙がっていましたが、比較的平らで少ない推進力で簡単にたどり着ける視界の開けたこの場所が目指されました。最初にたどり着いた時、クルーが気づいたのは何やら不思議な匂いでした。これだけ話すと何やら SF 小説の始まりのようにも聞こえますよね。でもこれは1969年7月20日にアポロ11号が月面に着陸した時の様子そのままの話なのです。この時以来、月面には12人の人類が訪れています。月はすぐ隣にある天体。しかしその多くは未だ謎に包まれています。地球に絶えず同じ面を向けているのもその理由の一つでしょう。地球と月は回る速度が一致しており、そのために月はまるでずっと動いていないかのように見えるのです。もっとも毎年数センチメートルずつ地球から離れてはいますが、約38万キロメートル離れているにもかかわらず、月は地球と互いに影響を与え合っています。月は潮の満ち引きに影響を与えています。一方、地球の重力は月の表面に影響を与えます。月震と呼ばれる現象は地震よりも長く30分続く場合もあります。月は真夏の夜に見るとまん丸に見えますが、実は楕円形をしています。このレモンのような形も地球の重力が原因。月に人類が降り立った痕跡は足跡以上に様々な形で残されています。1969年に着陸が行われた際は月面に様々なものが残されました。それらは例えばゴルフボールが2つに、有名な画家アンディ・ウォーホルの絵画、そしてエリザベス女王2世のメッセージなどです。最後に月面に足を踏み入れた一人はユージン・サーナン。彼は1972年に娘のイニシャルを月面に書き残しました。月には風といった現象が起こらないため、 TDC と書かれた文字は永遠に残るでしょう。世の中には月アレルギーというものがあります。アポロ17号に搭乗していたハリソン・ジャック・シュミットは、静かの海の谷間で時間を過ごした後、体に月の塵をつけた状態で着陸船に戻りました。宇宙服を取り外した彼は目が赤く腫れ、くしゃみが止まらないという症状に見舞われました。そしてこの症状は2時間続いたのです。地球に近い月に対して人類は標準時間を設けています。これは月標準時間と呼ばれるものですが、地球のものとシンクロしているわけではなく、独自の複雑な計算によって作られています。まず、月の1年はそれぞれ1ヶ月の長さと、月に着陸した宇宙飛行士の名前の付けられた12の日に分けられます。そしてこの歴は、ニール・アームストロング船長が月に降り立った瞬間から始まります。というわけで、月の1年目の1月1日は、1969年7月21日2時56分15秒に始まるのです。月の大気は非常に薄く、そのために激しい温度変化が起こります。最高で93度にまで達する一方で、極の部分では常にマイナス240度となっています。人類は地球と月の関係を探し続けてきました。そして月の存在が人に与える影響を考えようとしたのです。中世では科学者や哲学者が満月の最中に一部の人が体調を変化させると考えました。満月と結びつけられたこの状態は月の病としてルナティックと名付けられたのです。月の周期で体調が変化するのは人間に限りません。飼い犬は満月の最中に獣医に運び込まれる確率が 28% 上昇します。確かに狼は満月に遠吠えするため、それも不思議ではないと思いがちですが、狼と月周期の関係は科学的に存在が認められておらず、その本当の理由は分かっていません。太陽系で知られている最大のクレーターは月のエイトケン盆地。この巨大なクレーターは月の反対側に存在しており、
直径は 2500km です。月面では時折閃光が走るのが見られます。そしてその原因は分かっていません。一時的月面現象 TLP と呼ばれるこの現象は何世紀にもわたって世界中で観測されています。 TLP が初めて観測記録に登場するのは1178年、カンタベリーの僧侶たちが日の入り後に月の表面で光が上がるのを目撃したのです。 TLP は光現象ばかりではありません。例えばガス状の霧や赤、緑、青、紫といった色、特定の場所が暗くなるという現象も報告されています。月面で一体何が起こっているのでしょうか。最新の観測機器のおかげでこれらの現象が見えるようになっただけなのでしょうか。現在もこれについては様々な憶測が流れています。閃光が走るのは隕石の落下や静電気など様々なものが考えられます。それぞれの出来事は個人がそれぞれの場所で観測しているため説明をつけるのが困難なのです。月の表面の月震もこの閃光の説明になりうるものです。月の表面が動くと光を反射するガスが噴出され、それによって光の色が変化する可能性があります。一部の研究者は残留地震活動と呼ばれる現象が原因だとしています。月は何も起こらない場所だと考えられていただけに、これは驚きですね。また月の色が変わる現象について皆さんはご存知でしょうか。これには数多くの科学的な説明をつけることができます。月は地球の大気圏の外から見ると茶色がかった灰色をしています。しかし地球上から見上げると月は様々な現象に応じてその色を変えます。地平線の近くに浮かぶ月は赤みがかった黄色で見えます。より珍しい青みがかった月は大気に大粒の塵が舞っている際に見えるもの。時折紫に見えることもありますが、その原因は未だに特定されていません。月の表面への入植が未だに開始されていない理由は、月に存在する水の量がわからないからではありません。最近の研究によって月の表面では航空機に乗った時の5から10倍の放射線が飛び交っていることが分かりました。つまり地球上の200倍の放射線ということになります。将来的な月探検ミッション、例えばアルテミス計画では、宇宙飛行士はこの放射線に注意する必要があります。アポロの兄弟であるアルテミスの名前を冠したこのプロジェクトは、人類を月面に送り込むのみならず、何らかの研究施設を設置し、月面で安全な研究が行える環境を整えます。計画自体は2017年にスタートしており、最初の打ち上げは2022年夏予定、期間は25日を予定しています。無人の宇宙船を月の軌道まで打ち上げ、2024年5月の4名による有人飛行に向けて十分なデータが回収される予定です。アルテミス3、4、5は2025年、2026年、2027年に打ち上げ予定。それぞれのミッションは30日間が予定されています。地球はかなり大きいと思うかもしれませんが、太陽系全体の質量の約 99.9% を占めているのは太陽。残りの質量は惑星とその衛星、小惑星、水星、ガス、そして塵によって構成されています。太陽は地球から約1億5000万キロ離れていますが、私たちを毎日温めてくれます。温度は約5500度ですが、太陽を取り巻く宇宙空間は氷のように冷たいんですよ。これを理解するには熱と温度を区別する必要があります。熱はある物体の内部のエネルギーで、温度はその物体が高温か低温かを示すものです。熱がその物体に伝達されると、その物体の温度は上昇します。物体が熱を失うと温度は下がります。熱は3つの異なる方法で伝達します。太陽は放射線を通してそれを行い、それは光の形で熱を放出していることを意味します。体も熱を放出しますが、その方法は赤外線。赤外線カメラで夜間に部屋にいることを検出できるのはそのためです。物体が高温になるほどより多くの熱が放射され、温度は物質にのみ影響します。宇宙空間はほとんどが真空状態なので、放射線以外の方法で熱を伝達するのに十分な粒子がありません。太陽から来る熱が物体に到達すると、原子はエネルギーを吸収し始めます。
しかし宇宙空間に物質はないため熱の伝達は不可能。宇宙にあるこれらの希少な原子や分子は熱を吸収し、その場にとどまり、真空は冷たいままとなるのです。地球の大気中には物質がたくさんあるので、太陽のエネルギーは簡単に伝わります。もし何かの物質が地球の大気圏外で直射日光にさらされると、最終的には120度まで加熱されます。それは物質が原子と分子でできているためです。真空の温度はマイナス270度ですから、どこにいるかによって真空はあなたを燃やしたり凍らせたりする可能性があるということになります。太陽は実際には黄色ではありません。太陽は広範囲の波長で発光し、スペクトルのピークから温度と色の両方を知ることができます。例えば、冷たい星は赤く現れ、熱い星は青になり、その他に黄色、オレンジ、白の星があります。太陽に関して言えば、スペクトルは通常緑と呼ばれる波長でピークに達します。しかし、私たちの目はそれを異なって認識します。この緑の色合いは、スペクトルの他の波長と組み合わさり、人間の目には白く見えるんです。私たちの大気は、赤い光よりも青い光をより効率的に散乱するため、一般的に太陽を黄色とみなします。日の出と日の入りの間、太陽のスペクトルにはより多くの赤い光が現れ、それがあの素敵な景色を生むのです。黒点は太陽の目に見える表面の一部であり、平均して太陽自体よりもはるかに温度が低く、それらは磁場が増加した部分と重なります。これらの部分は太陽の目に見える表面に熱を放出しないため、太陽の表面の残りの部分は3倍も明るくなるんです。黒点がほぼ黒く見えるのはこのコントラストのためです。黒点を太陽から離して夜空のどこかに置いたとしたら、きっと違った見え方になるでしょう。地球から見えた時の月と同じくらい明るくなるかもしれません。太陽系のすべての惑星は一つの原始惑星系円雲から形成されているため、同じ方向に回転します。天王星と金星は例外です。この2つの惑星は何か強いインパクトを与えられ、逆回転し始めたと考えられています。しかし、銀河では異なります。通常、銀河は塵と粒子の雲から形成されず、空間全体に適当に分散されてもいません。フィラメントと呼ばれる暗黒物質と銀河の密な細いもので成形され、その間に空間があります。原銀河は宇宙の小さな領域で重力によってつながっています。これはおそらく宇宙全体に暗黒物質が分布しているためと考えられています。フィラメント内の物質はコルクの栓抜きと同じような動きで移動し、最も密度の高い領域に向かいます。銀河が回転しやすい方向があると思うかもしれませんが、実際にはほとんど適当なんですよ。いつか月面エレベーターを見ることがある可能性があります。そう、月の表面に固定されたケーブルです。それは402,336km にもなる可能性があります。地球と月の両方が動いているので、地球に直接取り付けることができません。しかし、地球の軌道の高い位置で集結させ続けることはできます。一部の研究者はこのようなエレベーターを数十億ドルで建設できると信じています。月には間違いなく使える資源があります。かつて地球上の核融合発電所で使用できる可能性のある稀な形態のヘリウムが見つかりました。また、他のいくつかの輝度類元素を取り、スマートフォンやその他の電子機器で使用することもできます。約53回往復した後、エレベーターの作成費用の元値が回収できるでしょう。ケーブルは鉛筆と同じくらい太くなりますが、その重さは約40トン。何かを発明する必要はなく、すでに地球上にある材料で作ることができます。2つのエレベーターが組み合わせられる可能性も考えられます。宇宙船は私たちの惑星の表面から宇宙ステーションまでエレベーターを巻き上げます。そして月に向かって投げられるんです。また、それを月の表面まで下げるための別のエレベーターもあるでしょう。私たちの太陽系の惑星は予測可能で安定した軌道を持っていますが、ガス巨大衝突は惑星系がまだ形成されていた初期の段階で起こる可能性があります。正面衝突の場合、2つのガス巨人が合併します。質量、ガス状エンベロープ内の材料、または固体コア内の材料を失うことにはなりません。
より高速でそのような衝突が起こった場合、エンベロープガスの大部分を損失するでしょう。そして非常に速いスピードでドーンと両方の惑星がなくなります。正面衝突でなければ少し異なります。2つのコアが互いに完全に回避できた場合、ガス巨人はマージされませんが、質量の一部が失われます。また形が変わるかもしれません。天文学者たちは私たちの天の川に似た銀河が遠く離れている場所にあることを発見しました。目に見えるのは宇宙がたった14億年前の時ですが、実際にそれは138億年前です。この遠い銀河から光がやってきて私たちの惑星に到達するまで120億年以上かかりました。この銀河は平和で安定していて、初期段階では乱れた状態の他の銀河と比べて驚くほど安定を保っているんです。天の川を離れるには銀河の中心から約2万5000光年、または垂直方向に500光年移動する必要があります。私たちの銀河は約10万光年にわたって広がり、1000光年の厚みがある星の円盤です。その中心星である太陽は銀河の中心から中途半端に位置し、鉛直方向の円盤の中央近くにあります。銀河を離れる間、天の川を取り巻く光輪、つまり古い星、核酸ガス、そして球状星団から逃れるためにはその端よりも遠くに行かなければなりません。天の川をさらに見たいと思ったら、垂直方向に4万8000光年移動する必要があります。現時点ではそこに送ることができる望遠鏡はありません。惑星を食べる中心的な星があります。私たちの太陽系は他の多くの惑星系とは異なり安定しているので、地球や他の惑星が軌道を変えて太陽に向かうことを恐れる必要はありません。しかし太陽に似た軌道を回る星を持つ他の惑星系の少なくとも4分の1にはかなり混沌とした過去があります。いくつかにはかつて動き回っていた惑星も、そしてそれらの予測できない動きは他のいくつかの惑星の経路を混乱させたり、それらを軌道の外に押しやったりしたかもしれません。つまりいくつかの惑星が中央の星に落ちた可能性があるということ。それが起こるとき、惑星は星の外層に溶け食べられてしまいます。宇宙飛行士にとって最悪の事態として、宇宙船に戻れずに宇宙空間に放置されてしまうケースが考えられます。何らかの事故によって国際宇宙ステーションから無限で真っ暗な宇宙空間にゆっくりと飛ばされる状態を想像してみましょう。冷たく真空状態で何もない空間でも、幸いまだ生き残れる可能性があります。まずはこのような事態になった瞬間を詳しく見てみましょう。現在国際宇宙ステーションは大気の上層部の高度約 402km の位置で飛行していますが、単に宇宙にいるだけではありません。ステーションは常に地球の重力によって引っ張られているので、落下しないように時速約 27,353km の速度で地球の周りを飛行し続けなければならないのです。この速度だからこそステーションは地球の重力に負けずに済みます。でも国際宇宙ステーションとともに宇宙空間にいるとこの速度を感じられません。単に地球の自転を見ながら同じ場所に浮いているように見えるからです。でも反対方向に移動している宇宙ゴミはたくさんあります。宇宙ステーションにいる人の視点から見ると、これらの物体はものすごい速度で飛行しているように見えるのです。宇宙服には酸素のタンクとミッションのための水の入った容器が装備されています。これで宇宙空間へ足を踏み出す準備が完了。まずはエアロックと呼ばれる特別なドアを通ります。中に入るとドアが2つあるので、酸素を失わないように最初に宇宙ステーション側のドアを閉じます。その後宇宙に通じるドアが開くのです。これから行う作業は船外活動と呼ばれるもの。宇宙空間に出る理由は様々で、宇宙での物体の変化を調べるために科学実験を行っていたり、新しい機器、センサーやその他の最新の機器をテストするためかもしれません。さらにもう一つの理由は、故障した部品の修理や定期的なメンテナンス。宇宙空間に足を踏み入れる前に機体に接続されたロープを宇宙服に取り付け、ドライバーやレンチなどの工具をなくさないよう細いケーブルに固定します。ちなみに宇宙船から出る際には
水中を泳いでいるような感覚がするということ。宇宙飛行士は無重力の場所へ行く前に巨大なプールの中で訓練します。宇宙船に捕まりながら修理が必要な場所へと向かいます。今日のミッションは小さなネジを締めることだとしましょう。ある宇宙飛行士によると、宇宙空間での作業はかなり大変だとのこと。巨大なスーツを着ているので動きも遅くなり、あまり手の自由も効かなくなってしまうのです。さらに体が痒くなることも。作業には数時間かかる場合があるので、この間かなりの汗をかきます。宇宙服のフィルターの一箇所でも破れていると、体から出た液体がスーツ全体に広がってしまい、顔まで濡れてしまうことさえあるようです。そして目が涙ぐんでしまい、よく見えなくなってしまうのです。宇宙空間には多くの危険が潜んでいるにもかかわらず、問題に対処するための方法はほぼ決められていません。ネジを締めていると手が滑って、レンチが手から離れ、ネジが船体から離れていきます。そしてネジを捕まえようとすると、誤って宇宙ステーションを蹴ってしまいました。どうにかネジを手に取ることはできましたが、体はすでに移動し始めています。掴まれる場所はないので、ロープを探してみても手元にはありません。どうやら結び方を間違えていたようです。その上、単に宇宙ステーションから離れていくだけではなく、体が回転し始めています。青い地球と暗い宇宙の景色が目の前で切り替わり始めましたが、もう止めることはできません。幸い、安全対策はケーブルだけではありません。宇宙服のバックパックには、セイファーと呼ばれる EVA レスキュー用の補助装置が搭載されています。この装置は、ジェットパックと同じで燃料によって機能します。バックパックをオンにすると、水平になって回転を止めることができました。これで宇宙ステーションの正確な位置がわかります。次は、手動で方向を調整しながら慎重に戻らなければなりません。セイファーは小さなチューブからガスを放出するので、前方に飛ぶことができるのです。ジョイスティックに似たセイファーのコントロールパネルを使って、ガスが放出される方向を調節します。それによって宇宙服を操縦できるのです。宇宙ステーションが視界に入っていることを確認したら、ジョイスティックを押してチューブをオンにしますが、少し時間がかかるので、安定させながら前進しなければなりません。間違ったボタンを押して再び回転してしまうと、戻れる可能性が低くなってしまいます。宇宙飛行士は全員、宇宙空間を模倣したバーチャルリアリティシミュレーターで何時間も訓練をしているので、セイファーのコントロールの仕方を心得ています。そして、ゆっくりとしたペースで宇宙ステーションへと近づいていきました。ここでは速度が上がりすぎないように気をつけなければなりません。加速し始めたら、速度を落とすためにチューブを反対方向へ向ける必要があります。飛行速度が速すぎると宇宙ステーションに衝突して宇宙服に傷がついてしまうかもしれません。ついに宇宙ステーションに到着。何かにしがみついてエアロックへ移動しなくては。まるで水中で山に登っているような気分です。なんとかエアロックに到着。ふぅ。では宇宙ステーションから離れた瞬間まで巻き戻してみましょう。動きを水平にするためにバックパックを使おうとしていますが、緊張してしまい落ち着くことができません。ジョイスティックをランダムに動かしながらチューブをいろいろな方向に適当に向けてみました。でも数分経っても宇宙ステーションには近づけず、セイファーの燃料もなくなってしまいました。これでもっと緊張してしまいます。もう一度巻き戻してみましょう。宇宙ステーションを離れ始めてからセイファーを使って体の回転速度を遅らせて宇宙ステーションの方へ向くことができました。そしてゆっくりと着実な推力で進んでいきます。すべて順調に進んでいましたが、遠くから物体が飛んでくるのに気がつきました。どうやら古い人工衛星の小さな金属部品のようです。その部品はセイファーにぶつかってしまい、バックパックに傷がついてしまいました。燃料が宇宙に漏れ始めます。さらにその衝撃で再び回転し始めてしまいました。もうどの方向に動いているのかさえわかりません。どうにか深呼吸しながら残りの燃料を使って停止しなければなりません。よし、回転が止まりました。この状況から抜け出すための指示やプロトコルはありません。それに宇宙空間を移動しながらこのプロセスをコントロールすることはできないのです。国際宇宙ステーションへ戻るには何かを押さなければなりません。
幸い宇宙服には数時間分の酸素が残っているので、まだ考える時間があります。それに水もあるので、ヘルメットのネックリングの内側に取り付けられた小さなゴムのストローで飲むことができます。このような状況に陥った宇宙飛行士は歴史上でも初めてのようです。だからといって生き残れる可能性がゼロだというわけではありません。何かを横に投げつけられれば、それによって動くことができます。例えば重いレンチを持っているなら、宇宙ステーションと逆方向へ投げればいいのです。そうすることで自分が宇宙ステーションの方向へ移動することができます。でも残念ながら手元には投げるものが何もありません。壊れたセイファーはありますが、他の人に助けてもらわないと取り外すことはできません。地球の美しい景色を楽しみながら、酸素を節約するためにできるだけゆっくり呼吸しようとしました。もうチャンスは残っていないようです。するとその時、他の宇宙飛行士からラジオで連絡が。どうやら自分のことを発見してくれて救助に向かっているようです。同僚がこちらへ近づいてきます。宇宙服には2本の長いケーブルがしっかりと取り付けられています。ここにたどり着いた時に1本を渡すつもりなのでしょう。セイファーを使って飛行して近づいてきます。減速しながらようやく自分の手をつかみ、宇宙服のケーブルを1本外して宇宙服に取り付けてくれました。ケーブルを使って宇宙ステーションへ近づいていくと、次の瞬間錆びたボルトが飛んできました。ここで危険なのは、宇宙ゴミによって宇宙服が破れたりロープが切れてしまうことです。加速しながらようやくエアロックに到達。そしてドアを開けて中に飛び込みました。これで最も危険な宇宙ミッションは終了。でも理論的には別の方法もありました。宇宙ステーションの食料と空気の供給のための宇宙船を使って連れ戻すこともできたかもしれません。でもこの任務は非常に正確なルートの計算が必要とされるため、かなり困難な作業になったはずです。それにうまくいかなかった場合、宇宙船によってさらに遠くへ突き飛ばされてしまう可能性もあります。そうなった場合、高速で飛ばされたまま、いずれ酸素が尽きるか数時間さまよい続けた後、宇宙ゴミによって宇宙服が引き裂かれてしまうことでしょう。幸い宇宙飛行士たちは全員このような事故に対処できる訓練と経験を積んでいます。小惑星帯の中を高速で進む宇宙船。小惑星を一つ避け、もう一つ避け、さらにブースターを加速させ、最後にはターゲットの小惑星にわざと突っ込みました。 NASA が将来実現しようとしているのがこのようなプロジェクトです。このミッションはカリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地において11月24日にスタートします。さて、それをステップごとに見ていきましょう。ファルコン9ブースターロケットはすでに発射台の上にいます。その高さは22階建てのビル、あるいはキリン11棟ほどです。このロケットは宇宙まで8トンの貨物を打ち上げることができます。つまり大きな像1頭と必要な餌を一緒に運ぶことができるのです。カウントダウン3、2、1、点火。あたりが煙に包まれ、ロケットが飛び始めました。9つのエンジンはフルパワーで稼働し、ロケットを進めています。そのピーク時には音速の10倍の速度が出ます。最初のブースターはやがて停止し、第1ステージが切り離されて地球へと戻ります。その数秒後、第2ステージが点火コマンドを受け取り、エンジンに点火。さらに地上から遠くへ上昇します。ここで貨物カプセルが開き、中からダート宇宙船が外に出されます。ダートとは二重小惑星軌道変更テストの略です。この宇宙船は直後、2枚のソーラーパネルを開きます。このパネルが太陽エネルギーを電気エネルギーに変換し、イオンエンジンを起動するのです。従来型のエンジンは大量の燃料を外に向かって燃焼させることで推進力を得ます。ロケット自体はこの放出されるガスの力で進んでいくのです。イオンエンジンは燃料を燃やしません。強い電波を作り出し、イオン化ガスを噴出します。従来型のロケット噴射のように、このガスが推進力を生み出すのです。イオンエンジンの推進力は非常に小さなものですが、宇宙船をより速く加速させることが可能です。従来のロケットエンジンは短距離であれば有利です。大量の燃料を燃やし、すぐに最大速度に到達します。
その間、イオンエンジンはまだ加速しきってはいません。しかし、従来型のロケットはどこかで燃料切れを起こします。すると、イオンエンジン型のロケットがその横を考えられない速度で追い抜くことになるのです。さて、ダート宇宙船が1年の旅へと出ようとしています。ちなみに火星への旅は7ヶ月で進むと予想されています。では、1年を早送りしましょう。目的地に到着しました。これは小惑星ディディモス。地球からの距離は2天文単位、すなわち地球から太陽への距離2つ分です。到着したタイミングはディディモスが再び太陽に接近し始める頃。再接近すると太陽との距離は1天文単位になります。つまりこの時のディディモスは地球の公転軌道に限りなく接近することになるのです。ディディモスは地球から780万キロメートル、すなわち地球と月との距離の20倍までに接近したことがあります。ディディモスが太陽を公転するのにかかる時間は770日。現状、ディディモスは地球にとって脅威とはなり得ませんが、将来さらに接近した時にその衝突による被害を食い止める必要があります。その大きさはエンパイアステートビル2つ分で2時間15分周期で自転しています。つまり、ディディモスはかなりのエネルギーを持っているということになります。また、ディディモスには直径160メートルの相棒がいます。その大きさはスクールバス12台分か車両10台分。その公転周期、つまりディディモスを一周するのにかかる時間は 11.9 時間です。NASA によれば直径25メートル程度の小惑星は大気圏で完全に燃え尽きるため危険ではありません。しかし直径が25メートルから800メートルの間の小惑星は完全には燃え尽きず、多大な被害をもたらす恐れがあります。そして直径が800メートル以上の小惑星は都市や国一つを消し去ってしまうほどの力を持ちます。つまりディディモスは危険な小惑星の範疇にあるということになります。そこで小惑星に対する防御策の一つをテストしようというのです。それは運動エネルギーによるもの。ダートが送り込まれたのはそれが目的です。ダートはディディモスの衛星めがけて進み、相対速度 6km で衝突します。この速度はニューヨークからワシントン DC に1分足らずでたどり着く速度です。アメリカの東海岸から西海岸までは10分で横断ができます。さあ、ダートが接近しました。衝突まで3秒、2、1、バーン!ダートが最高速度で小惑星に衝突。すると何が起こるでしょう?小惑星が爆発して粉々になるんでしょうか?小さな衛星がビリヤードのボールのように弾き出されるのでしょうか?科学的な予測によれば、この衝突によって小さな小惑星の速度が 0. 数パーセント下がるとされています。すると、その公転周期が数分変化します。そしてその影響を地球上から観測しようというのです。さらなる観測を実現するために、ディディモスにはさらに別の探査機が送り込まれます。それがヘラ。打ち上げ予定は2024年で、ディディモスへの到着は2027年を予定しています。この探査機は様々な観測機器を搭載しており、衝突の影響を調査します。ディディモスにたどり着いたヘラは、衝突のクレーターをはじめとした様々な写真を撮ります。また、ヘラはさらに、キューブサットを2台運搬します。これらは小さな靴の箱よりも小さな宇宙探査機です。ヘラはこの探査機を小惑星に向かわせ、さらに詳しい調査を行います。この調査は3から6ヶ月がかかる見込みです。ミッションの終盤、キューブサットの一つは地表に降り立ち、その組成や中の構造などを詳しく調べる予定にもなっています。また、ヘラに小さなインパクターを搭載する可能性もあるようです。これはさらに小惑星に衝撃を与えるもので、大きな宇宙船と小さな宇宙船による衝突の影響の違いを理解し、将来地球を小惑星から守る上での研究を可能にします。理論上、危険な小惑星を破壊するのに大きなロケットは必要ありません。衝撃を一度与えるだけで、その軌道を小さいものの十分ずらすことができるのです。宇宙規模で考えると、角度が数分の1変わっただけで、小惑星の行く先は大きく変わります。危
険な小惑星に対抗する手段は運動エネルギーだけではありません。重力の力を使う方法もあります。そのためにはこれも宇宙船を小惑星へ飛ばすところから始まります。その宇宙船は衝突させずその軌道に入ります。どのような小惑星にも重心が存在しますが、そこで宇宙船はエンジンを稼働させ小惑星に対し一定の高度を保つのです。すると小惑星の方が宇宙船の引力に近づいていくことになります。この方法も十分実現が可能ですが、時間がかかるのが難点です。そのためターゲットとなる小惑星を地球への衝突の何年も前から発見している必要があります。十分余裕を持って小惑星を発見していればこの作戦を使うことが可能です。また別の方法はレーザーを使います。小惑星が発見されたらそこへ強力なレーザーを照射します。すると小惑星の一箇所が加熱されその部分が蒸発します。ここで物理学の法則が働き始めます。蒸発した物質は表面に対して上へと噴出します。これが小惑星を下へと動かす推進力を生み出すのです。これはロケットエンジンの原理と同じ。燃料を燃やした噴射が一方へ働き、宇宙船は反対側へ動くのと変わりません。またレーザーではなく太陽エネルギーを使う方法もあります。巨大な宇宙ステーションを建設し、そこに無数のレンズを搭載するのです。虫眼鏡を使って木の板を焼いた経験はありますか？これを宇宙空間で小惑星に対して行います。ステーションは太陽の光を一点に集中させ、その部分を蒸発させます。すると先ほどと同じように推進力で小惑星の軌道がずれるという仕組みになっています。ではホイール紙は？そう、小惑星の衝突はホイール紙で防ぐことができるんです。どういうことかというと、小惑星を反射性の素材で包むのです。すると小惑星は太陽からの熱を受け取ることができなくなります。熱を受け取れなくなった小惑星の表面では一方向に向かって力が生まれます。太陽の光によって押されるかのごとく、小惑星はその軌道を変えていくのです。しかし最も分かりやすく、なおかつ信頼性の高い方法は従来型のロケットエンジンを使う方法でしょう。この方法では小惑星の表面に数機のエンジンを設置し、それが生み出す推進力で小惑星の向きを変えていきます。十分なエンジンがあれば小惑星の動きをコントロールだって可能です。そうなればより大きな小惑星が現れた時にその小惑星を動かしてぶつけてやることだってできるでしょう。それぐらいのことをすれば最大サイズの小惑星だって粉々にすることができます。おそらくは見応えのある天体ショーになるに違いありません。ブライトサイダーの皆さん、こんにちは。今日は珍しいトピックに関するお話をします。ここでは宇宙のトイレをチェックしてみましょう。最初の宇宙飛行士にはトイレが用意されていなかったって知っていましたか？宇宙に行った最初のアメリカ人宇宙飛行士であり、人類史上2番目にあたるアラン・シェパードはかなり面倒な状況に対応しなければなりませんでした。この飛行は15分しか継続しないことになっていたので、宇宙船内にはトイレが設置されていませんでした。シェパードは打ち上げ予定の約1時間前に宇宙船に乗り込みましたが、気象条件や技術的な問題によってロケットの打ち上げが2時間遅れてしまいました。その間シェパードは宇宙船内でずっと仰向けになっていたのです。いずれトイレに行きたくなり、そのことを地上管制に報告すると、ロケットから降りると打ち上げがかなり遅れてしまうということを理由に許可がおりませんでした。そのためその場でリラックスするしかありませんでした。そして結局スーツの中ですることになってしまったんです。でも宇宙服とその下に着ていた服が綿でできていたので、液体がかなり吸収され比較的乾いた状態で快適に飛行を完了することができました。でも液体が漏れるとショートする恐れがあったので、スーツのセンサーをオフにしなければなりませんでした。でも人類史上初めて宇宙に行ったユーリー・ガガーリンの場合、ロケットが打ち上げられる前にどうにかこの問題を解決することができたのです。
バスでロケットに向かっている際に到着する数分前に止まって用を足したのです。そのためユーリー・ガガーリンは2時間近く飛行を快適に行うことができました。長い旅行に出発する前には必ずトイレに行くことを忘れないでください。その後 NASA はさらなるミッションでの宇宙飛行士のトイレのために次のデバイスを使用するようになりました。そのデバイスとは宇宙飛行士がシリンダーを身につけるというもの。腰の近くのストラップに取り付けたシリンダーが廃棄物を収集する袋に接続されているという仕組みのものです。これが NASA の最初のトイレでした。結構快適で安上がりだったんですよ。 NASA は宇宙飛行士の食事の面でも工夫を凝らそうとしました。消化作用を遅らせるために食べ物を食べたり、水を飲んでから廃棄物が生成されるまでの時間を延長させようとしたのです。そして宇宙飛行士のジョン・グレンがこの方法を試すことになりました。彼の地球一周飛行は約5時間続けましたが、特別な食事療法と投薬によって比較的長期間トイレに行かずに済みました。そのため大気圏に突入する直前までトイレに行かずに済んだのです。科学者たちが彼の排泄物を分析したところ、普通の人の膀胱の最大容量よりも 35% 多いことが分かったのです。ですがグレン自身にとっては特に不快ではなかったといいます。現在宇宙飛行士が宇宙ステーションや宇宙船内や宇宙空間で時間を過ごす際、宇宙服を最長9時間着用し続けることもあるので、その間宇宙船内で普通にトイレを使えないということになります。この問題の解決策は簡単で、おむつをつけるというもの。もちろん市販されているものよりも高度なものなので、生地に特別な吸収剤が縫い付けられていて、宇宙飛行士の体を長時間乾いたままに保つことができます。ちなみに私は高校で教師をやっています。もし生徒たちと一緒に国際宇宙ステーションへ行くことになったら、最初に聞かれるのは、先生トイレはどこですか？という質問でしょう。もちろん実際に宇宙で学べることに関して興奮しているはずですが、無重力状態でトイレを使うのは慣れていないと結構大変なはずです。例えば裏庭でホースを使って花に水をやるときには、ホースから流れる水が重力に引かれるため狙った場所に落下します。でも宇宙では重力がほとんどないため、ホースから出てくる水が同じ方向に進み続けることになります。そのためきちんと狙わないとうまくいかず、流れが分散して液滴になってしまうかもしれません。そして壁に当たって跳ね返ったり、下に向けたのに跳ね上がってしまうことも。そのため宇宙で普通のトイレを使おうとしても、尿の水滴に囲まれることになってしまうのです。この問題の解決策は排泄物を引きつける力を作り出すということでした。でもここでは重力ではなく真空状態を活用したのです。飛行機のトイレのように洗浄ボタンを押すと、ブーンというファンの音が聞こえ、排気物タンクから空気が排出されます。そして圧力が低くなると便器の穴が開き、排気物がすべて瞬時に吸い込まれるようになっているのです。国際宇宙ステーションの宇宙トイレではこの仕組みが使われています。でも国際宇宙ステーションでは最初からこのような真空状態を作り出さなければならないので、ホースの水は重力ではなく、ファンにより内部に吸引された空気によって流れるようになっています。それに普通のトイレではありません。国際宇宙ステーションでトイレを使うときには、ホースを持ってボタンを押してからトイレの電源を入れます。すると内部のファンが回転し始め、空気を吸い込むようになっているので、掃除機のように吸い込んでくれます。そして男性でも女性でも使えるように、ホースの先が上壺型になっているのが特徴です。吸引された空気流が液滴をすべて引き込み、タンクへと送ります。そして次は様々なフィルターと化学薬品が装備された廃棄物洗浄システムの登場。この中には強力な酸の入ったタンクもあり、廃棄物中の固形物を溶解するために使われています。そうしないと複雑なシステムのフィルターやバルブが詰まってしまい、
故障の原因になる可能性があるからです。重力のない狭いスペースの中に閉じ込められている時にトイレが漏れてしまったら相当不快に感じることでしょう。この酸は金属でさえ簡単に溶かしてしまいます。そのため宇宙のトイレの材料は特殊なチタン合金でできていて非常に耐久性が高くかなりの費用がかかります。浄化された後廃棄物は飲料水になります。そして時間の経過とともに再び廃棄物に変わりそのサイクルが繰り返されることになるのです。でも心配はご無用。浄化システムには高度な機能が搭載されているのでコーヒーを入れても味が変になることはありません。でも排便をするときには状況が少し複雑になってきます。地球上での時と同じようにまずトイレの蓋を開けなければなりません。その時点で排尿の時と同じようにファンがオンになります。これは悪臭を防ぐための機能です。そしてトイレに座るともう一つチャレンジが待ち構えています。無重力状態で行うのはかなり大変なので足のためのストラップと捕まるための取っ手が装備されています。そしてファンによって便やトイレットペーパーが廃棄物タンクに吸い込まれます。使用されるたび固形廃棄物がゴミ袋に入れられ密封されて特別な缶に送り込まれる仕組みになっています。これらの容器は無人宇宙補給機が宇宙ステーションに到着するときまで保管されています。そして宇宙飛行士たちが食料と水の供給と化学機器を受け取った後無人宇宙補給機に排泄物やその他のゴミの入った容器を積み込みます。その後ドッキングを解除し地球に戻るのです。でも貨物宇宙船は上層大気との空気摩擦によって完全に燃え尽きてしまうので廃棄物は全て地上に到達する前に処分されることになります。宇宙飛行士にとってもう一つのオプションは廃棄物の入ったキャニスターを直接宇宙空間に廃棄するというもの。この場合も最終的に地球の重力によって缶が引きつけられるので大気中で燃え尽きることになります。現在 NASA は便を水にリサイクルするシステムを開発中。なんといっても水は国際宇宙ステーションでは貴重な資源になります。そのためスクーターサイズの小さな宇宙のトイレでさえ約23億円の費用がかかってしまうのです。これには製造費と12年にわたる研究開発費が含まれています。でも宇宙ステーションへ配送するための資金は含まれていません。このような大金があれば世界で最も高価な車であるブガッティ・ヴェイロンやその他の高級車を購入できてしまいますね。それどころかプライベートジェットや島を買うことも、それにいくつかまとめて購入することもできてしまいます。おっと、話がそれたので宇宙の話に戻りましょう。この旅は発射台から始まります。宇宙ステーションに貨物を運ぶロケットは後から組み立てられます。点火！ロケットエンジンがオンになって毎秒数百キロの燃料が消費されロケットが上昇していきます。そして燃料を使い切ると第一段階のドッキング解除が行われ地球にソフトランディングすることに。ちなみにブースターは給油後に再び使用できます。ブースターがドッキング解除されると第二段階に入りエンジンが点火されます。そしてロケットが海抜約 400km の国際宇宙ステーションの高度に到達できるようにより多くの燃料が燃焼されます。その後無人宇宙補給機は軌道に乗り宇宙ステーションとドッキング。はい、これで宇宙のトイレの配達完了。でもファルコン9のようなブースターロケットの打ち上げには約50億円の費用がかかってしまいます。将来火星に人間を送る予定がありその旅には約7ヶ月かかります。おそらく宇宙飛行士のためにより快適なトイレが開発されることになるので23億円のトイレの設計も改善されるでしょう。エンジニアたちがより小さく軽くしてくれることを願いましょう。そうすればより多くのスペースが使えるようになり多くの燃料を節約することもできます。今日はご視聴ありがとうございました。これからもブライトサイドを見ながら毎日一緒に新しいことを学んでいきましょう。出発進行。こちらは銀河景観を巡るクルーザーです。あなたのチケットに乗っているのは局所銀河群のツアーです。大小のマゼラン雲も含まれますよ。オリオン星雲、アンドロメダ、三角座銀河、そしてそれらの間にはサプライズがあります。チケットをお願いします。超空間にスピードを上げますので
ヒリヒリする感じがあるかもしれませんが、ご了承ください。宇宙船と内部のすべては装填をいたします。ですがヒリヒリはすぐに収まりますので、ご心配ございません。銀位180度、テラリアンの呼び方では北に向かいます。最初の大きなアトラクションは激しい星形成領域の M42 オリオン大星雲です。ですがまず訪問予定のリストに含まれないキャプテンからのおもてなし、馬頭星雲です。皆様の左舷、つまり左手で M43 に向かっています。馬の頭の上にある生まれたばかりの星では強い太陽風が吹き、星雲の雲の形を変えています。数千年後にはああいったガスが太陽を作った星のような星雲によって吹き飛ばされてしまいますので、今のうちによくご覧ください。すっかりなくなるんです。木星や土星、天王星、海王星にとらわれた星状ガス以外は。さて、若い探検家から質問が出ました。 M42 や M43 の M って何なのでしょう。 M はメッシへの頭文字です。サッカー選手のメッシじゃないですよ。18世紀のフランスの天文学者チャールズ・メッシェが由来です。彼は初期の望遠鏡で見ることのできた110の天体のカタログを作成しました。馬頭星雲はそのカタログのリストの43番目です。引き続きこのツアーで他の M もご覧いただけます。さて、オリオン星雲に到着いたしました。星雲のガスは予想されていたほどカラフルではないかもしれません。星雲の様々に異なるガスを際立たせるため、長時間露光モードで撮影した、またはコンピューター処理された望遠鏡写真を見慣れていらっしゃるためです。よくご覧になれますよう、機内セットに入っております色付きのメガネをおかけいただけますでしょうか。さあ入ります。超空間に入るのは都合がいいんですよ。中心のトラペジウム星団に近づくにつれて、明るい星の C 星から時速800万 km で太陽風が吹き出しています。そしてガスと塵でできた雲全体の形を変え、近隣の星を圧迫する衝撃波を作り出しています。 C 星は太陽の20万倍明るい巨大な星で、約100万年後に超新星となります。私はもう生きていませんが、酸素、水素、そして硫黄がイオン化した状態で蛍光灯の電球のように光ります。酸素が青、水素が赤や緑、硫黄や塵は黄色やオレンジ色に光るんです。オリオン星雲を出て銀河面の上へ上昇すると、天の川銀河の渦巻き湾が見えてきます。銀河より上の高度からは見分けることのできない私たちの太陽は、外側のペルセウス湾と内側のイテ湾の間に位置するオリオン過剰湾にあります。天の川銀河の中心に星の形成に欠かせない明るい磁極があるのが分かりますか。近くの銀河の 70% 以上に磁極があります。それは銀河が成熟していることの表れです。遠くの銀河で核に磁極があるものは 20% に過ぎません。そういえばジュースバーがオープンしましたよ。 H1 サーバーがご注文をお聞きしに参ります。左手のかなり遠くに見えますのはアンドロメダ銀河です。ですが矮小銀河もご覧ください。40以上もございます。そして我々の銀河のご近所さんを構成しています。その中の一つに向かいましょう。大マゼラン雲、天文学者の言う LMC は天の川銀河の不規則な矮小衛星銀河です。そしてタランチュラ星雲という約300億の星とダイナミックな星形成領域を含みます。まもなくそこを通過していきますよ。もちろん大マゼラン雲があるのですから、小マゼラン雲、略して SMC もあるはずです。ありました。 LMC の下の左側です。天の川銀河はやがてこれら両方の矮小銀河を取り込みます。融合するという言葉を好む人もいますが、結果的には同じです。色付きのメガネを再びおかけいただくと、数百万年もの間にわたって引力の作用で影響し合ううちに、LMC が SMC から大量のガスを剥ぎ取ったのが見えるはずです。ガスのことには私は詳しいですよ。ただいま当飛行船は天の川銀河を出て50キロパーセク、つまり5万パーセク、または16万3000光年の距離まで向かっています。パーセクとはパーティーセクションとかではないですよ。
1パーセクは約 3.26 光年です。そして1光年は約 6.46 兆キロメートルです。パーセクという言葉は英語の2つの単語パララックスとセカンドを合わせたものです。パララックスは物体を2つの違う視点から見たときあるように見える転換のことです。左目で物を見て次に右目で見ると転換したように見えるのですが、それがパララックスです。太陽の片側に地球を入れて天体写真を撮り、その6ヶ月後に太陽の反対側に地球を入れて写真を撮ると、弧の角度または弧の分または弧の秒、そして最小で弧のミリ秒によって転換を測ることができます。これがパーセクです。弧の1秒つまり約 3.26 光年が1パララックスです。ジャンヌ・ダルクは英語でジョアン・オブ・アークと言いますが、関係があるのですかね。フランスではそうやって距離を測るとか。1光年を定規やメジャーで測ることはできませんが、パーセクは星や銀河内の物質までの距離を科学的に示します。パララックスが大きいほど物質は近く、小さいほど遠くなります。タランチュラ星雲は R136 星団です。1光年の距離内にそれぞれが太陽の体積の50倍以上ある星が40以上存在します。比較として地球の恒星である太陽から4光年の距離内には一つも恒星がありません。それはいいことなんですよ。超新星 1987A がほぼ上に向かう2次の方向にあるのが見えます。太陽よりも10万倍明るい生殖巨星は核がない星、太陽より1億倍明るい2型の超新星となりました。そして塵やガスで曇った中性子星を後に残し、壮観な花火の様相を後に残しました。大マゼラン雲に含まれる 1987A は1604年からずっと地球から最も近い超新星で、地球から2万光年先の天の川銀河の中でできました。2週間の間昼間でも見ることができたんですよ。だいたいね、1987A が超新星になった後生殖巨星だったため、同じく生殖巨星でオリオン座の足にあたるリゲルも近いうちに超新星になるのではないか、またはすでになったのではないかという見方が強まりました。リゲルは地球から約860光年先ですので、もしリゲルに何かがあると地球に届くまで860年かかります。超新星 1987A はコバルト、ニッケル、鉄といった重元素、そして軽元素の計算塩のタランチュラ星雲に発し、そこで恒星や惑星の基本的な材料となるものが形成されます。サーバーが宇宙をテーマにした軽食をお持ちいたしました。お子様におすすめなのは木製の綿飴パフです。私はガスに詳しいって申し上げましたよね。次はアンドロメダ星雲とその周辺に泊まります。3000億の星を擁する天の川銀河を後にするとハローがあるのが見えますでしょうか。150もの球状星団が銀河ハローにあります。そして銀河円盤の下へ周回し抜けて宇宙の古い星を含めます。どのようにして天の川銀河へやってきたかということについては活発に研究がされています。右手に NGC6822 不規則な矮小銀河が見えます。NGC とは英語のニュージェネラルカタログの略で、その中に含まれる天体ということです。ニューがあるならオールドもあると思いますよね。でもないんですよ、新しいカタログだけなんです。ですがリバイスとニュージェネラルカタログ、つまり改訂版はあって、天文学者はよく話題にします。わかりやすいですね。 NGC6822 を過ぎると磁極の形成が始まり、新しい星のまだら模様が見えてきます。この銀河は1884年 E.E. バーナードによって発見されたため、バーナード星雲と呼ばれています。バーナード氏は優れた天体観測者で、彼の名前のついた月や火星のクレーター、木星の惑星で小惑星であるガニメデの地域819バーナーディアナもあります。そして空を最速で動く星バーナード星もあるんです。自分の名前を冠する宇宙の物体がある人はエドワード・エマーソン・バーナード以外にそういませんよね。南朝という星を擁する巨大なアンドロメダ星雲に近づきました。その西の端の近くを通り、巨大な星雲の矮小な番銀河、
M110 またの名を NGC205 を訪れましょう。 A 目的地が2つありますので、どちらかをお選びください。1つ目は太陽の体積の35億倍の矮小楕円体銀河 M110、 つまり NGC205 で核の近くに8つの球状星団があります。この銀河もアンドロメダ星団に吸収、先ほどお話ししましたように言い方を変えると融合されます。一般的に M110 で星の形成がないことを考えると、すでに星やガスを取り去られたのかもしれません。楽しんでいただけておりますでしょうか。さあ、最終目的地の M33 三角座銀河です。こちらは局所銀河群で3つ目、そして最後の渦巻き銀河です。場所は小さな三角座の中です。 A、 M33 は天の川銀河の半分ほどの大きさなんですよ。三角座銀河は地球から270万光年の位置にありますが、アンドロメダ星雲にずっと近いのです。そしてそちらに近づいています。もし2つの渦巻き銀河がぶつかると、アンドロメダ星雲の活動が変わり、予想されている天の川銀河との衝突が避けられるかもしれません。そうなることを祈りましょう。大事なお知らせです。地球へ戻る旅の間にお食事をお持ちします。チキンと魚からお選びいただけますよ。アンケートにご記入いただき、星5つをつけていただければデザートもご提供いたします。皆さんは無重力状態や極端な温度下、水中でも使えるペンを知っていますか？このペンはほとんどどのような表面にでも書くことができ、逆さまにした状態や300度まで加熱された場合にも機能すると言われています。 NASA はこのペンの開発に数億円または数十億円と約10年の期間を費やしたと言われています。宇宙のような無重力状態ではボールペンは機能しないのです。重力によってボールにインクが引き付けられないため普通に書くことができません。そしてインクの入った芯の部分に圧力が発生し、インクが漏れ始めてしまうのです。当初の NASA は鉛筆を使っていましたが、機内の空気が 100% 酸素だったため、宇宙船内では木製の鉛筆が火災の原因になると考えられるようになりました。その結果スーパーペンが必要とされるようになったのです。ですが噂とは異なり、NASA はそのようなペンを作成せず、研究に大金を費やしてもいません。このペンの開発はシカゴに拠点を置くフィッシャーペンカンパニーのポール・C・フィッシャーによる出資によって行われました。彼は加圧インクカートリッジを作るために1億円以上の資金と約10年の月日を費やしたのです。スペースペンのゴールは無重力及び他の究極の条件下で機能すること。その結果-35°C から120°C の温度でも書くことができるという素晴らしいペンを開発することに成功。そして1966年にはこのペンの特許を取得。それから1年間徹底的なテストが行われた後、 NASA がアポロ宇宙飛行士に提供し始めたのです。興味深いことに、 NASA がスペースペンの開発に途方もない金額を費やしたという噂話は数十年間にわたって拡散され続けています。嘘であることが何度も暴かれたのに繰り返し語られているそうです。多くの SF 映画では宇宙で起こること全てに何らかの効果音がついていると思わせることがありますよね。でもこれは完全な誤解。宇宙ではあなたの叫び声は誰にも聞こえません。それは宇宙には空気が存在せず、ほぼ完全に真空状態だから。真空だと音波が伝わらないので、鼓膜に到達し振動させ脳に信号が送られるというプロセスさえありません。でも船外活動をしている宇宙飛行士はそれにより助かっている部分もあるのです。宇宙空間が無音の世界でなければ、常に太陽嵐の騒音に圧倒されてしまうことになるから。次に行きましょうか。水星には美しく長い尾があるというのもよくある誤解です。実際のところ水星は発見するのが非常に困難な宇宙体。通常恒星から遠く離れている時間が多く、宇宙の暗闇の中で不活発なまま完全に凍った状態で移動しています。水星に尾が見えるのは恒星に近づき温度が上昇し始めた時だけなんです。このプロセスによってコマと呼ばれる曇った大気と独特の尾が形成されます。尾は常に水星に影響を与えている恒星の逆側に現れるのです。これは太陽放射と太陽風によって吹き飛ばされ、尾が反対方向に発生するから。ですので
尾は水星の後方ではなく前方に見られることもよくあります。次は一光年について考えてみましょう。この概念は時間に関する単位のような印象を与えますが、実際には光年は距離を測定するための単位。 NASA の一光年の定義は、直線的に移動している光線が1年間で移動する合計距離、また光は毎秒30万 km の速度で移動するので、1光年は約10兆 km に相当します。本当にとてつもない数字ですよね。大半の人々は宇宙空間にいると常に無重力を経験しないので、宇宙飛行士が国際宇宙ステーション内で完全な無重力状態で浮いているのだと思っているんです。でも事実ではありません。宇宙では重力が重要な役割を果たしています。月が地球を周回したり、太陽が天の川銀河の外へ飛ばされないのはそのためですが、国際宇宙ステーションの宇宙飛行士たちは完全な無重力状態ではなく、非常に小さな重力を意味する微小重力というものを体験しています。宇宙ステーションの重力は地球の表面の重力の約 90%。宇宙飛行士は常に自由落下しているんです。宇宙船や内部の人々、搭載されている全ての物体は特定の軌道をたどりながら前方へと落下し続けています。ですが、全てのものが同時に落下していることにより、乗組員と中にある物体が浮かんでいるように見えるのです。そのため宇宙飛行士は指先だけで何百キロの重さのものを動かすことができます。微小重力はしばしば無重力と呼ばれていますが、この2つは完全に別物。太陽って写真で見ると常に燃えているように見えますよね。でも実際の太陽は巨大なガスの玉。どういうことだと思いますか？核で常に核反応が発生しているため燃えているように見えるのです。毎秒数億トンの水素が核融合反応によりほぼ同じ量のヘリウムになっています。この過程で大量のエネルギーがガンマ線として放出され、これらの光線が光となり、まばゆいばかりの光とものすごい量の熱を放出しているのです。ですが実際には燃えているわけではありません。このプロセスには酸素が関わっていないのがその理由。宇宙服なしで宇宙空間に飛び出すと人体が破裂してしまう可能性があるというのも一般的な通説とは異なります。船外活動中に宇宙服を脱いでも映画で見られるほど劇的な結果には至りません。人間が宇宙服などの保護がないまま15秒間宇宙空間にいると酸素が不足し意識を失ってしまいます。そうなる前にできるだけ多くの空気を吐き出さなければなりません。そうしないと酸素により肺の内側が傷ついてしまうことになります。そして小さな宇宙船の役割をしている宇宙服に保護されていないと体内の圧力が低下し、さらに深刻な問題につながるのです。体が破裂してしまうわけではありませんが、あまり長い間外にいない方が良いでしょう。ブラックホールは恐ろしい巨大な宇宙の掃除機であると思っている人もいるかもしれません。ですが実際にはブラックホールはハエ取り草のようなもの。動き回って天体を飲み込んでいるわけではなく、その場に居座っているだけなのです。そして巻き込まれるのは恒星が近づきすぎた時のみ。さらに引き裂かれるのは一定の境界を超えた天体だけ。もし太陽が突然ブラックホールに変わったら、地球の軌道は変わりませんが温度は変化します。太陽風もありませんし、太陽に生成された磁気嵐による影響もなくなります。もしこのブラックホールが太陽と同じ質量を持っていたとしても、物理法則により地球がかなり近づかない限りブラックホールに引き込まれることはありません。月面の影になっている部分に関する虚構は50年以上前に暴露されています。ですが未だにこの月の影の面が単に地球から離れた部分であるということを知らない人々がいるんです。月のこの地域が他の地域よりも暗いわけではなく、太陽光は全ての面に等しく降り注いでいます。ですが潮汐ロックと呼ばれる現象により、地球側からだと月の裏側が見えないので暗く見えているだけなのです。何十億年もの間、地球と月の重力により月の軌道は変化し続けてきました。そして月の公転の速度も変化しています。地球は月よりもはるかに大きいので、ある時点でバランスが保たれるまで月の回転が徐々に遅くなっていきました。そして現在のように月が自転する時間と地球の周りを公転する時間が同じになったのです。気
金星が地球の双子と呼ばれるのを聞いたことがある人も多いのでは。確かに両方ともサイズはほぼ同じで、質量と組成も似ています。金星の表面重力は地球の表面重力の 91% なので、地球での体重が 45kg だったら金星では 40kg ということになります。それでもこの2つの惑星を双子と呼ぶにはかなりの無理があるんです。金星の大気は地球の大気の100倍の濃さがあり、表面温度もものすごく高く、最高では鉛をも溶かす455度に達します。この温度だとピザさえ燃えてしまうのです。それに金星には水の海や生命体も存在しません。その上、地球を含む太陽系の他の全ての惑星と反対に公転しています。ちなみにもう一つの虚構では、水星が太陽系で最も高温の惑星であるとされているんです。太陽に最も近い惑星であることは確かですが、実際には金星の方が温度が高いのです。小惑星は人々が考えているよりもはるかに頻繁に地球に衝突しています。でもこれらの衝突のほとんどは歴史を変えるような絶滅イベントにつながることがないので見過ごされているんです。地球に接近するほとんどの小惑星は小さな地球近傍小天体と呼ばれるもの。そして地球上の生物を一掃する前に地球の大気中で燃え尽きてしまいます。これにはもちろんサイズも関係しているんです。地球上には毎年約40から80トンの物体が落下しています。これらの物体のほとんどは火球とも呼ばれる小型の小惑星で、通常直径20メートル以下。でもそんなに小さいとは言えませんよね。子供の頃、食べ物で遊んではいけないと教えられましたよね。でも宇宙飛行士たちは何も言われなかったようです。 0G の中でキャビンにゼリーを浮かべるのは楽しいと思うかもしれません。ですがそれはスペースユーフォリアと呼ばれる問題の兆候である可能性も。宇宙での極度の幸福感がこれほど深刻な問題になるとは誰も予想していませんでしたが、かなり深刻な問題につながる可能性があるので笑ってはいられないのです。スペースユーフォリアは長年誰もが目にしていたものの、正式に鑑定されることはありませんでした。アポロ14号の宇宙飛行士であるアラン・シェパードが月にゴルフボールを持ち込んで、月の小さな月を作ろうとしてゴルフボールを月の軌道に乗せようとした時も誰もが面白いと思っていたのです。アポロ16号のチャールズ・デューク宇宙飛行士は1972年のオリンピック選手と競争したら面白いことになるのではないかと考え、月の重力が6分の1であることを利用し、オリンピック選手の記録を抜こうとしたのです。ですがかなり高くジャンプしたため体が反転してしまい、落下する際にバックパックの生命維持装置が地面に衝突してしまったそう。もし装置にひびが入っていたら命に関わる事故になっていたかもしれませんよね。ちなみにデュークの司令官であるジョン・ヤングは笑ってはいられないというコメントを残しています。その後もアポロ17号の宇宙飛行士が岩石サンプルの採取中に子供の童謡を歌いながら踊り始めた時、誰もがそれを可愛いと思ったので、スペースユーフォリアは再び見過ごされることとなったのです。それ以前にも1965年にエド・ホワイトが船外活動でアメリカ人として初めてロープにつながったまま宇宙を歩行した際に、明らかにスペースユーフォリアの影響が見られています。彼は当初のジェットパックである MMU と呼ばれる有人操縦ユニットの機動性をテストするために宇宙空間でかなり多くの時間を過ごしていました。そして楽しいから機内には戻らないと言い出したんだとか。最終的にジェミニ宇宙船に戻るように命じられた時も、エド・ホワイトは人生で最も悲しい日だと言ったそうです。スペースユーフォリアの影響下では不吉なことが発生するようです。無重力と地球を上から見るという経験が組み合わさることにより、全ての義務感を超えた爽快感が生み出されます。これがスペースユーフォリアの危険なところなんです。ですが後から考えてみると、アポロ17号の宇宙飛行士が月面車を運転していた時にもスペースユーフォリアの影響が見られていたのです。車両の安全な速度を超えて運転し、月面車が片側の車輪だけで走ったり、時々空中に浮いていた時にも叫び声が聞こえていました。
カナダの宇宙飛行士のクリス・ハドフィールドはロープにつながれた船外活動のための任務に追われていました。でも仕事を中断して肩越しに景色を眺めた途端、宇宙の美しさに驚愕させられたのです。天の川銀河の壮大な美しさによって感情的になり、涙が溢れ始めました。でも宇宙では涙が頬を流れ落ちることはなく、目に溜まってしまうのです。ハドフィールドは喜びの涙によって一時的に目が見えなくなりましたが、そのことを地球上の上司に伝えないという命令違反を犯してしまったのです。そして任務を続けられなくなってから初めて、かの有名なヒューストン、問題が発生しましたと伝えたのです。この事件もスペースユーフォリアによる結果でした。ハドフィールド宇宙飛行士はどうにかスペースシャトルに戻ることができましたが、スペースユーフォリアの影響により船外活動は実現しませんでした。スペースユーフォリアには外観効果と呼ばれるもう一つの重要な注意点があります。宇宙空間の無重力は宇宙飛行士の身体的および心理的健康だけでなく、物理的な宇宙船の機械装置の使い方まであらゆることに影響を及ぼしているのです。でも宇宙空間での無重力は重力の欠如によるものではありません。宇宙飛行士は約 483km 上空の LEO と呼ばれる地球低軌道を周回しています。この低軌道には十分な重力があります。月は地球の重力によって軌道を公転し続けていますが、約 402336km も離れているのです。実際体重が 68kg の宇宙飛行士は LEO だと 64kg になります。宇宙での無重力は重力の欠如ではなく自由落下によるもの。上に上がったものは必ず下に下がります。ロケットが発射された約8分後にはエンジンが停止するので、その後宇宙船は地球に引きつけられ始めます。幸いこの時までにロケットは時速約 28,158km の軌道速度に到達しています。そのため地球に向かって落下してはいるものの、軌道上に乗っているため地球に墜落することなく、地球の表面と同じ曲線軌道で周囲を落下し続けることができるのです。その結果自由落下が発生。多くの人はこのことをゼロ G と呼んでいますが、実際にはそうではありません。自由落下中に体重計を足に乗せると重さがなくなるのでゼロと表示されますが、これは体重計も同時に落下しているためなのです。でも宇宙飛行士の筋力に変化はありません。つまり力は変わらないということ。そのため宇宙では地球上で数百キロ、さらに数千キロの重さの重機さえ持ち上げることができます。宇宙飛行士は宇宙ではスーパーヒューマンになれるのです。それにより別の異常な状況が生まれます。宇宙にいると珍しい状況をたくさん経験することになるのです。最初の月への旅はアポロ8号の宇宙飛行士が地球を振り返って写真を撮る予定はありませんでした。実際アポロ8号の宇宙飛行士たちは地球の写真をあまり撮影していません。これはかなり奇妙だと言えます。ですが月からの地球の出の写真は20世紀を代表する環境保護主義の写真となりました。でも実はこれ計画さえされていなかったことなんです。でもこれは外観効果を理解する上での重要な鍵となります。現在でも地球儀は地球には見えません。学校や図書館にある普通の地球儀には各国が違った色で表示されていますし、各国の首都に星が描かれています。でもこれは宇宙から見える地球の姿ではありませんよね。これらの地球儀は地球の地球儀ではありません。実際のところ地球儀は地球とは似ても似つかないものなのです。教室にある地球儀のラベルを読んでみましょう。そこには地政学的世界と書かれています。これは世界と呼ばれる場所の地球儀であり、世界と呼ばれる惑星は存在しません。世界は宇宙とは違う机や棚の上にあるべきものなのです。宇宙の定義は地質学的なものです。宇宙とは地球の大気の外に存在するものであると定義されています。地球は天体ですらないのです。そう聞くと月への最初のミッションであるアポロ8号のミッションで地球の写真の撮影が予定されていなかった理由がわかりますね。もちろん
当時はまだ自撮りが発明されていませんでしたから。また月からの地球の出を見た時の心理的なインパクトが大きかった理由もここにあります。月からの地球の出を見た時の心理的なインパクトが大きかったのもうなずけます。誰でも宇宙から地球の姿を見たら相当驚くことでしょう。宇宙船の外の宇宙空間に浮かんでいる自分の姿を想像してみてください。その上、何百万もの恒星や天の川銀河に囲まれていますからね。そして地球が自分の下を通過する青いビー玉のように見えたとしたら、かなり有頂天になってしまうかもしれませんよね。皆さんだったらどう反応をすると思いますか？そして皆さんはどう変わると思いますか？アポロ9号の宇宙飛行士のラッセル・シューウェイカートは、自分が人類の一員である感覚を強く感じたと言っています。一体どういう意味なのでしょう？それは外観効果の始まりだと言えます。シューウェイカートは地球上の全ての人々とつながっているように感じたのです。彼はそれを新しい存在に生まれることと比較しているんです。そして外観効果を感じたのはシューウェイカートだけではありません。アポロ14号の宇宙飛行士であったエドガー・ミッチェルも、宇宙に存在することに関して、むしろ私たちの分子が進化したのと同じ普遍的なプロセスの延長である、そして私が感じたのは特別な個人的なつながりだった、究極の調和ともいえるものを体験したことにより人とのつながりが見えただけでなく、それを感じ感覚的に体験できたのである。肉体的、精神的、共に宇宙に広がる感覚に圧倒された、と述べています。ミッチェル宇宙飛行士は、宇宙から帰還した数年後、宇宙に行った人々の脳波を研究するための研究所を設置、そして彼らの脳波が異なることを発見したのです。ミッチェル研究所の研究によると、宇宙との一体感による陶酔感は瞑想している僧侶に似たような脳波を生み出しているといいます。ミッチェルの研究は非常に重要だったので、 NASA は1998年に宇宙が脳に与える影響を研究するための特別なスペースシャトルのミッションを開始。ニューロラブミッションでは、低軌道の自由落下の環境に適応するための実験動物と宇宙飛行士の乗組員たちの脳細胞の変化が研究されています。我々全員が宇宙飛行士になることはできませんが、宇宙飛行士が宇宙で見たものをバーチャルリアリティ体験によってアクセスすることができるんです。現在ではインターネットによって外観効果の統一性と一体性を共有することができます。さらに宇宙飛行士が宇宙で経験したスペースユーフォリアを少しだけ感じることができるそうですよ。月には予想よりも多くの水資源が眠っている可能性があります。月面にはコールドトラップという場所が存在しており、そこには太陽の光が当たりません。月の極、特に南極では、このような影の一帯が広がっています。その広さは39,000平方キロメートル。コールドトラップは幅1センチメートルのものから無数の大きなものまでピンキリです。月のこの面には過去何十億年もの間太陽の光が当たっていなかった可能性もあり、そこにはより多くの資源が眠っていると考えられています。そこにある水を集めれば、飲料水やロケット燃料が確保できるかもしれません。得られる水の大半はガラスや月面の砂の隙間に溜め込まれていると考えられています。ある仮説では、月面には4万平方キロメートル分の水が蓄えられていると計算されています。しかし、どの仮説も誰かが実際に月面を掘ってみないことには証明ができません。月は白でも色がない世界というわけでもありません。アポロ計画の宇宙飛行士が月に降り立った1969年に、彼らは月が茶色っぽかったと証言しています。後の研究によって、月の暗い部分はかすかに茶色と青に見えることが分かりました。高地のエリアは白とピンクを帯びた黄色になります。場所によって色が変わるのは、そこに存在する金属のため。例えば月の表面にはチタンや鉄が存在しています。人の目は遠目にその色を見分けることはできないものの、月面の大半が灰色であるがゆえに、地球から見た時にはその色と認識するのです。宇宙空間では地面を歩くことができません。ですから靴は必要なし。
宇宙飛行士たちはほとんどの時間を靴下で過ごします。寒い場合は靴下を2枚重ねにするそうですよ。その一方、宇宙空間では足に不思議な変化が起こります。足にタコができている人はしばらくした後にそれがポロリと取れることがあります。ある宇宙飛行士はこの体験について、自分の足の裏が柔らかくなり、対して足の甲の皮膚がまるでワニの皮膚のように硬くなったと証言しています。彼はステーションで足用のレールを使用する際に足の甲をできるだけ使うようにしていたそうです。国際宇宙ステーションの飛行士たちの生活はなかなか大変。髪を切るといった通常の生活を送る際も、足用のレールやループを使用して姿勢を保たなくてはなりません。トレーニングを行う際はスニーカーに足を入れて器具を使用します。国際宇宙ステーションでは運動が地球上よりも重要な役割を果たします。毎日2時間のトレーニングが必要なのです。人間の体は無重力状態で動作を行うのに慣れていません。また宇宙空間に長くいると骨密度や筋肉量を失ってしまうことになるのです。例えば無重力状態で11日間過ごすと筋肉の 20% が失われます。しかし無重力なわけですから、ウェイトトレーニングは意味をなしません。重さがなくなりますからね。そこで飛行士たちは2つの容器が真空を作り出すものを引っ張るという方法でトレーニングを行います。また国際宇宙ステーションではバイクやランニングマシーンを使用することができます。 NASA は無重力状態で描くことができるペンを開発するのに何百万ドルという予算をかけました。というのも、宇宙空間で鉛筆は使うことができないのです。鉛筆の芯は折れたり削れたりすることでグラファイトの粉末を生み出します。また鉛筆そのものは木製なため、圧力のかかった酸素が豊富な密閉空間では火災の元となる危険があるのです。宇宙では見慣れた日用品も命に関わる事故のもと。というわけで開発されたのが宇宙ペンです。くっきりとした線をきれいに描くことができ、またインクの流れを重力に頼りません。圧縮窒素を使用して先端からインクを押し出すのです。このペンであれば逆さま状態や水中でも文字を書くことができます。宇宙にいる間も宇宙飛行士は日々の悩みに直面します。例えば顔面のかゆみがその一つ。宇宙服の中では顔を描くことができず、その場で何とかしのぐ必要があります。ある方法はヘルメット内部のマイクで描くというもの。またそのためにヘルメット内部にマジックテープを備え付けている飛行士もいるんだそうですよ。宇宙飛行の重要な課題の一つが、飛行士をいかにして放射線から守るかというもの。人体は太陽から発せられる陽子や宇宙線に耐えられません。宇宙服をはじめとした装備はもちろんのこと、食事で抗酸化物質をたくさん取り込むという方法も取られています。食事には多くの野菜が登場し、例えばほうれん草やトマト、カブなどは放射線の悪影響から体を守る際に活躍します。宇宙服は必ずしも白とは限りません。 NASA の初有人飛行マーキュリー計画では銀色の宇宙服が使用されました。しかし当時の宇宙飛行士は実際に船外活動は行いませんでした。この銀色は反射率がそこまで高いわけではないため、宇宙服に向いた色ではありませんでした。最も適した色は白。宇宙線を弾いてくれるのです。地球上では大気がシールドの役割を果たし、太陽からやってくる放射線の 77% をカットしてくれています。しかし宇宙飛行士たちにはこの大気のシールドがありません。つまり彼らは日焼けしやすく、また光の温度にも耐えなくてはならないのです。宇宙服や宇宙船の船体を白くすることで涼しく過ごすことができます。明るい色は熱の吸収量が 35% も少なくて済みます。その一方、飛行士たちは白い服ばかりを着るわけではありません。例えば明るいオレンジ色のスーツを着る場合もあります。オレンジは人の注意を引く色であるため、着陸などで異常が発生した際に宇宙船から避難したところで仲間に見つけてもらいやすくなるのです。しかし時代の変化とともに宇宙飛行士たちの居場所を探す方法も洗練されていきました。例えば GPS トラッカーやトランスポンダがその一例。これらに頼ればオレンジ色の服は必要ありません。
宇宙空間を漂いながら穏やかに無数の天体に彩られた暗黒空間を楽しむとき、見えている天体は宇宙に存在するものの 5% に過ぎません。残りは人類にとって謎なのです。でも 5% の眺めも十分素晴らしいですよね。そんな眺めを船外活動中に見ていたとしましょう。命綱がつながっているから安心できますよね。これが突然外れてしまったらどうなるのでしょう。美しい光景が一瞬で悪夢に変わります。しかし NASA はこのような時に備えてセーファーと呼ばれるジェットパックを開発しています。セーファーは圧縮窒素24のスラスターから噴出することで方向転換をし、飛行手を安全圏まで戻すことができます。理論上、宇宙空間ではスーツからガスを噴出させることで移動することも可能です。あるいは持っている道具を逆方向に投げると反作用で体が動きます。しかしこれは体の重心に対してまっすぐ投げなくてはならないので難易度は高くなります。外してしまうと体は不安定に回転を始め、方向がわからなくなった結果遭難してしまうことになります。でもセーファーなら大丈夫。セーファーは体の回転を自動的に感知し、噴射を行い体勢を維持してくれます。科学者が金魚に車の運転を教えるには10日が必要でした。彼らは金魚に水槽を特定の対象まで動かすように訓練し、成功したら餌をやりました。この研究は人類が宇宙を旅する際に役に立つものだと考えられています。人間の脳では何らかのマッピングが行われており、そのおかげで宇宙空間でも体の部位や動きの変化に対応することができます。例えば見なくてもコーヒーの入ったカップをちょうど良い距離で拾い上げることができますよね。手を伸ばしすぎてカップを倒すことはなかなか起こりません。この動作のコントロールは重力下と無重力下では変わってしまいます。そこで私たちの脳の体のマッピングが陸上と水中、宇宙空間でどのように変化するかを知っておく必要があるのです。金魚は対象を認識し、移動したい方向の水槽の壁に触れるという方法で水槽を動かしました。それに合わせて車輪を動かし、金魚を行きたい場所へと移動させたのです。科学者たちは太陽から640光年離れた場所で鉄が降る惑星ワスプ 76b を発見しました。この惑星は太陽に非常に近く、常に同じ側を向いています。自転と公転が同期しているため、晴れている側の温度は非常に高く、そこでは金属が溶けて蒸発します。残りの半分はとても涼しいので金属は再び凝縮し雨のように落下します。自転と公転の同期といえば私たちの月も同じです。衛星に暗い面はなく、常に片側だけが私たちの方を向いています。月が地球と太陽の間にあるとき、私たちが目にする暗い面は明るく照らされますが、地球からは見えません。最近の研究によると月には尻尾があるそうです。そして毎月それはスカーフのように私たちの惑星を包み込みます。何百万ものナトリウム原子で構成された細い尻尾は地球の衛星に続いています。そして私たちの惑星は定期的に中を移動します。流星のストライキはこれらのナトリウム原子を月の表面からさらに宇宙に吹き飛ばします。信じられないかもしれませんが、月は縮んでいるようです。地球の衛星は現在数億年前に使用されていたものより45メートルほど小さくなっています。この現象の理由は月の内部の冷却である可能性があります。それはまた地球の衛星の表面を揺さぶる地震を説明することができます。天文学者は最近火星が地震活動をしていることを発見しました。火星では定期的に地震が発生します。毎月数日間月は太陽と地球の間にとどまります。その時地球の重力はナトリウムの尻尾を拾います。私たちの惑星は大気を包む長い島に引きずり込みます。とはいえ月の尻尾は完全に無害、また人間の目には見えません。知覚できるものの50倍の暗さなんです。しかし時には強力な望遠鏡で空のかすかな黄色がかった輝きを見ることができます。
尻尾は満月の直径の5倍もあるキラリと光るスポットのように見えます。宇宙にはたくさんの惑星があり、天の川にも液体や凍った水があるようです。最も近いのは太陽系内にある木星の衛星の一つエウロパです。科学者たちは凍った表面の下に水の海があることをほぼ確信しています。しかし、そのような惑星での生命の可能性について喜ぶのは少し早いですよ。液体の水は生命が惑星に存在するための数々の条件の一つに過ぎませんからね。銀河 GSNO69 の星は今後1兆年以内に木星と同じくらい大きい惑星に変わる可能性があります。その理由が、星が定期的にブラックホールと遭遇するから。まず天文学者は奇妙に明るい異常な X 線バーストに気づき、それは9時間おきに放出されました。この現象をしばらく研究した後、科学者たちはそれがブラックホールの周りのユニークな軌道を移動する星であることに気づきました。まばゆい光がありますよね。これはブラックホールによって星の表面から丸飲みされた物質です。何百万年もの間、ブラックホールはすでに赤色巨星を白色矮星に変えていたことが判明しました。そしてプロセスが停止することはありません。天文学者は金星の大気中にホスフィンの痕跡をいくつか発見しました。地球ではこの無色で可燃性のガスは微生物が生息する場所でよく見られます。新しい理論で金星に生命があるかもしれないと言われているのも不思議ではありませんよね。しかし、この惑星に生命があったとしても大気の中にしか現れなかったはずです。おそらく地球の極限環境を生き残ることができる生物はいないでしょう。金星の表面は非常に乾燥していて、液体の水はありません。そして圧力は地球の表面の圧力の90倍です。さらに気温は482度より高くなることがよくあります。数々の金属が溶けてしまうほど熱いので、さすがに誰も行ってみたいとは思わないはず。実際のところ、何百万光年も離れた場所に完全に水でできた浮いている雲があります。水の量は大変なもので、140兆回以上地球上のすべての海を埋めることができるほどなんです。すごい量ですよね。地球上の水は実際には謎に包まれ、たくさんの秘密が隠されたパズルのようなもの。最も支持されている理論では、海は強力なクレーターだけでなく、私たちが生きるための液体物質を残した氷の彗星と小惑星により地球上に現れたというもの。しかし、宇宙にはたくさんの有機物があり、特定の条件が揃えば私たちの海を何千回も満たすのに十分な量の水を生み出す可能性があります。研究者たちはこの有機物を加熱して澄んだ水と油を得る実験を行いました。これが将来の研究で確認されれば、石油さえも化石化した生物の残骸により地球に現れただけでなく、宇宙からも来たことを意味する可能性があります。それでも天の川銀河だけでも約60億個の地球のような惑星が存在する可能性があります。最新のデータによると、太陽のような星の5つごとにハビタブルゾーンに少なくとも1つの惑星が存在する可能性があります。それもただの惑星ではありません。岩のある核と表面を持ち、地球に匹敵するサイズです。星のハビタブルゾーン内にあるので、生き物、少なくとも微生物が暮らしている可能性があります。そして私たちの銀河にこれらの惑星が何十億もあるとすれば、少なくとも一つは居住可能であるだけでなく、すでに生き物が暮らしていると言っても過言ではありません。さらに宇宙の銀河の数をかけ、多くが天の川よりもはるかに大きいことを考慮しましょう。何十億もの太陽のような星と地球のような惑星があり、いくつかは地球に類似していることが考えられますよね。まだまだありますよ。私たちが直立して歩けるのは超新星爆発のおかげかもしれません。約250万年前、超新星が地球に宇宙船を送りました。それらは地球の大気中で一輪の電気嵐を引き起こし、雷雨に変わり、人の祖先が住んでいたとされる北東アフリカで順番に山火事を引き起こしました。火事は森林地帯をサバンナに変え、大気圧が変化し、祖先は生き残るために両足で立たなければなりませんでした。
ビッグバン以降の大きな大爆発は2019年に登録されました。これは何千もの銀河を結合するヘビ使い座の群で発生しました。科学者によると爆発は200億のメガトン級の核爆に相当し、2億4000万年の間1ミリ秒に1回発生しました。すごい数ですよね。2019年火星の内部を研究することを目的とした NASA の探査機インサイトは史上初の火星の地震を登録しました。地震は急速に進み、1日あたり約2回発生しました。ほとんどは小さく、地球上で起こったとしても気づかない程度でした。これまでに300を超える火星の地震が検出されました。これらは地球と月以外の宇宙帯での最初の地震です。ミッションで発見されたもう一つの不思議な現象は奇妙な磁気パルスでした。それらは着陸船の周りで毎晩深夜に発生しました。パルスが何であったかはまだ不明です。真夜中過ぎに何が起こったのでしょう。冥王星の大気は準惑星の表面よりもはるかに高く上昇します。例えば地球の大気よりもはるかに高いんですよ。また20を超える層があり、全てが氷点下で非常に凝縮しています。地球上の恐竜を一掃した小惑星を覚えていますか？私はその頃いませんでしたが、誰もが知っていますよね。地球の生命の 75% に終止符を打った出来事が別にあった可能性があります。およそ3億6000万年前、私たちから約65光年離れた場所で超新星爆発が起こり、それによって送られた宇宙船がオゾン層を一掃しました。厳しい。オリオン座は冬の夜空で最も明るい星座の一つです。特に冬の夜はその長さが夏よりも長いため、オリオン座は世界中の人の印象に強く残っていることでしょう。夜空の星はほとんどがその位置を動きません。これはそれぞれの星が動かないからではなく、地球から見て太陽と同じ速度で全ての星が動いているからです。その時速はおよそ77万7000キロメートル。全ての星は天の川を回る一大パレードなのです。3つの星が形作るオリオンのベルトは何千年もの間その位置関係を保っています。一説によれば、古代エジプトではこのベルトの星を基準にしてギザの三大ピラミッドが作られたことになっています。オリオンのベルトで最も明るい星、アルニラム。この星は高さ147メートルのクフ王のピラミッドに対応しています。その西にはベルトの星と同じ位置関係で高さ144メートルのカフラ王のピラミッドがそびえます。このピラミッドに対応しているのはオリオンのベルトで最も左にあるアルニタク。そしてクフ王のピラミッドの東には最も暗い星、ミンタカに対応するメンカウラー王のピラミッドが立っているのです。メンカウラー王のピラミッドは三連星の位置関係と同じで少しずれた場所にあり、その高さは65メートルと低いものとなっています。このことからもオリオン座が人類の歴史に与えた影響の大きさがうかがい知れます。オリオン座の雄大な姿は古代ギリシャ人にタペストリーのような神話世界を生み出すきっかけを与えました。その神話には冬から夏にかけての夜空にまたがる6つの星座が登場します。そのお話の世界を覗いてみることにしましょう。オリオンは偉大な狩人でした。当時狩りの仕事は非常に重要な位置を占めていました。狩りは食べ物を得る手段だったのです。そのためこの星座オリオン座には食料に関する逸話が与えられています。空を見上げるとオリオン座は牡牛座と戦っています。この牡牛座は現在はすでに絶滅したオーロックスと呼ばれる牛の原種であったと考えられています。当時のヨーロッパにはこのオーロックスが多数生息していたのです。肩までの高さはおよそ2メートル、尖った角を持ち非常に強靭で恐ろしい猛獣でした。スペインで発見された1万5000年前の洞窟画にはこのオーロックスが多数登場します。150世紀という長い年月を経てもなおその壁に描かれた顔料の牛は色褪せていません。この洞窟画は洞窟の壁の盛り上がった部分に牛の肩を描くといった工夫が見られます。さてこの牡牛座もまた洞窟の壁画として描かれています。そしてその背後には有名なプレアデス星団があり、
鼻先にはヒアデス星団があるのです。インターネットではこの洞窟のバーチャルツアーを体験することができます。オーロックスの洞窟の中を覗き見ることができるのです。近年このオーロックスの DNA が保存状態の良い頭骨から採取されました。そしてこの動物を蘇らせようという試みが行われたのです。その行く末が成功することを祈りましょう。おうし座の目の位置にある明るい赤い巨大な星はアルデバランといい、怒り狂ったおうしの血走った目を表しています。ダーツなどのブルーズアイも赤い点で表されているのは果たして偶然なのでしょうか。オリオン座の後ろに忍び寄っているのは獅子座。その昔ライオンはアフリカだけに生息していたわけではありませんでした。スペインの九段の洞窟にも獅子座の姿が描かれています。有史以前の人々も星座を絵画として描いていたのです。その歴史についてはまた別の機会に見ていくことにしましょう。さて、お牛と獅子の両方を倒したオリオン、物語はここから動き始めます。勝利に酔いしれたオリオンは、俺はどんな動物でも狩ることができるとうぬぼれます。空の中心で勝ち誇るオリオン、するとそこに地球であるガイアが割って入ります。オリオンの言葉は世界中に響きました。この頃の文明は狩猟中心から農耕中心への過渡期だったと考えられています。農耕文明は1万2000年前ほどから定住した村落を作り始めていました。人口が増え始め、それに伴って食料不足という問題が生まれ始めました。オリオンをはじめとした狩人の時代は終わりを告げ始めていたのです。さて、物語に登場したガイア、しかしガイアは夜空には浮かんでいません。なぜならそれは地球そのものだから。ガイアはカオスから生まれた私たちの地球を女性として描いた姿です。その名は土を意味します。皆さんはガイア仮説と呼ばれる地球を生物として捉えた理論をご存知かもしれません。この説が唱えられ始めたのは1970年頃のこと。ガイア仮説は生物である地球が全体で有機的に一つの仕組みを作り出していると考えています。これは共生とも呼ばれる現象で、全てが協力することで生命を育める環境が維持されます。地球の生命は大気の 21% を酸素とするように努め、海の塩分濃度を最大で 24.7% にとどめようとします。また地球の気温も14度で維持されます。生命が惑星の気温を維持する方法を説明するために、ガイア理論の考案者はデイジーワールドと呼ばれる仮想の世界を生み出しました。デイジーワールドとは全体が白と黒のデイジーで覆われた世界です。太陽光によって得られる熱が増えると、黒いデイジーが姿を消します。そして白いデイジーが増えるのです。白いデイジーは太陽光を反射する性質を持っているため、惑星全体の温度が下がります。そして得られる熱が減ると、今度は白いデイジーが数を減らし、黒いデイジーの数が再び増えます。黒いデイジーの花弁が太陽光を吸収すると、惑星の気温は再び上昇します。ガイアはこのようにして環境を維持しているのです。これは酸素やオゾン層が生み出された過程とほぼ同じです。オゾン層が生まれたことで、太陽から差し込む紫外線から地表が守られるようになりました。ガイア理論はそれを正しいと証明する証拠にあまりにも乏しいため、科学的に受け入れられるのには時間がかかっています。しかし現在では機械学習をする AI があるため、地球の生物学的地学的な仕組みを解明することも可能です。このことが地球が自己完結した生物圏として機能するのだという事実を証明してくれるかもしれません。さて、再び夜空のオリオンの物語に戻りましょう。ガイアはうぬぼれるオリオンを戒めるために使わされました。しかし猛獣をけしかけようにも獅子やお牛を超えるほどのものがいません。そこでガイアはむしろ小さな脅威を送り込むことにしました。毒を持ったサソリに使命を託したのです。夏の夜空に浮かぶサソリ座はオリオンの足と同じ高さに登ります。サソリはクモやダニと同じ仲間の小さな虫。しかし空に浮かんだサソリ座は全88の星座の中で33番目に大きな星座です。基本的に星座は大きければ大きいほど昔に作られたものだという法則があります。というのも、星座は目立つ順にその名が与えられたと考えられているからです。そのため大きいものほど先に、
小さいものほど後に名付けられました。ビュッフェなんかもそうでしょう。最初に並んだ人が一番おいしいところを取り、最後の人が残り物を集める羽目になる。これにとてもよく似ています。オリオンの物語の中には、成立した時代を象徴するかのごとく大きく有名な星座、例えば獅子座、牡牛座、オリオン座、サソリ座が登場します。そこにウサギ座、大犬座、子犬座を加えることで、オリオンの星座の神話は完成します。そこに描かれているのはガイアとオリオン、2つの宇宙観です。ガイアは女性的、そしてオリオンは男性的な世界を表しています。オリオン型の宇宙観は、自然は征服するものであると考えます。一方、地球を保全しようという考え方は、ガイア型の宇宙観と一致しています。この2つの宇宙観は、一見すると対立しているように見えますが、互いを補う関係となっています。オリオンとサソリ座は夜空の対極に存在しています。片方は冬の空に、そしてもう片方は夏の空に、まるで北と南、N 極と S 極のような関係なのです。これはまるで私たちが今いる現代世界を象徴しているかのようです。科学が発達するにつれて、自然は脅かされていますが、同時に地球の生物圏は無数の人工衛星によって見守られています。ガイアとオリオンは今や互いに手を取り、協力し始めているのです。これを古代ギリシャ語ではカロカガティア、すなわち調和と呼びました。これは私たちが現代世界でシナジーと呼ぶ非常に強力な関係なのです。火星のコーヒーショップにいるあなた、首を下げて気づかれないように警戒しています。店内はごった返していて、人々は歌ったり踊ったり、あとは火星の生活について愚痴を言ったり、運ばれてきた飲み物を一口飲むあなたに、どうやら周りは気づいていないようです。フード付きのパーカーを着るあなたの顔は周りからは見えません。しかし突然、誰かがあなたにぶつかり、あなたの顔があらわになりました。音楽が止まり、皆の目があなたに注がれます。どうやら隠れる場所はなさそうです。人の目を気にせず飲み物を一口、そんなあなたの登場に驚いた老人があなたの向かいに座りました。噂は本当だったか。生還していたとは。あなたは返事をせず飲み物をもう一口。店内の客があなたの周りに集まりました。別の男が聞きます。じゃあその宇宙クラーケンから逃げた時の話をしてくれないか。客が皆息を呑みました。宇宙クラーケンに襲われて生きて戻った者は他にいません。やれやれ、この惑星から遠く離れる手引きを待っていたというのに。しかしもうあなたの存在がバレてしまいました。その人物は逃亡し、今皆の注目を集めているのはあなた。あなたはフードを外して話を始めました。2日前、あなたはフル装備で遠い宇宙への旅の支度をしていました。一人乗りの宇宙船で宇宙の天体の間を縫って進むのです。装備を整え、燃料を注入。皆があなたを見守っています。生きて帰れるかわからないのですから。長らく野放しになっていた宇宙クラーケンのために、輸送路が打撃を受け続けているのです。あなたの小さな宇宙船であれば、クラーケンに近づき、その生態を研究することができるでしょう。その行動パターンさえ分かれば、追い払う方法も分かるはずです。皆があなたに別れを告げました。そして発進。道のりは長く、何もない空間を3日間進む必要があります。クラーケンの映像資料をいくつか見ても、それがどこで眠っているのかは誰も知りません。そもそも眠る生き物なのかも。あなたは音楽をかけて宇宙船を自動操縦に切り替えます。メモを取り、準備の様子をカメラに収めました。宇宙船の外には動くものを何でも追いかけるカメラが設置してあります。宇宙生物を見るための熱センサーカメラも。数時間もすると、宇宙船は火星の安全圏を離れ、危険領域へと入っていきました。隠れる場所も助けもない空間。すれ違う小型の船がクラーケンの元へと向かうあなたを見守ります。機械で動力を得た標識がクラーケンの存在を警告しています。カメラの録画をはじめ、故郷へ送るためのログの撮影を開始。現在存在は確認できず、周囲にただただ広がるのは静かな暗黒空間です。何時間もあなたは真空空間の中を進み続けているのです。引き返したい気持ちがよぎり始めたその時、センサーが反応を示しました。巨大な物体が付近にいるようです。
あなたはライトをつけて船の速度を落としました。撮影を再開し、カメラに向かって状況を説明しました。物体が近づいてきているようです。あなたは物体の進路から船を移動させ小惑星に固定しました。しかし何も見えません。するとどこからともなく輝くクラゲのような生物が群れをなして現れました。熱センサーでは一つの大きな物体として映っていますが、これは小さな生き物の群れ。研究によればこの生物はクラーケンが捕食している生物のようです。きっとクラーケンから逃げているところなのでしょう。数分後、クラゲはいなくなり、あなたは再び宇宙船を発進させました。さらに数分が経過、未だにクラーケンの気配はありません。すると突然船に衝撃が走り、船が進路を変え始めました。巨大な物体が熱センサーに引っかかったようです。カメラのログをたどり、何が映っているのかを確認します。注意深くチェックをすると、まるで宇宙船のそばを強風が駆け抜けたかのような映像が残っていました。宇宙空間に風はないはずなのに、熱センサーのログにはクラーケンの形をした何かがすぐそばを通り抜けていた形跡が残っていました。物体はまだそばにいるようです。宇宙船の匂いに気づかれました。システムが DNA 粒子を採取し分析を始めています。しばらくするとクラーケンは皮膚を周囲の色に合わせて変化できるというデータが返ってきました。分厚い皮膚は宇宙に存在する未知の発光物質でできているようです。システムは分析を続行。その間クラーケンはレーダーを振り切り姿を消しました。あなたは U ターンしその行方を探しました。一方その時の火星では送られたデータの分析が始まっていました。その大きさと皮膚の情報が伝わったのです。あなたが手に入れた動画も届いていました。クラーケンを追いかけるあなたはライトで行く手を照らし目を凝らしました。カメラも動き続けています。すると突然クラーケンが皮膚の色を変化させあなたの目の前に現れました。巨大な触手が輝きそばの小惑星をなぎ払います。巨大な目はバスほどの大きさ。それがあなたをじっと見ています。開いた口の中では鋭い歯がグラインダーのように回転していました。くちばしのような器官はあなたの宇宙船を簡単に切断するでしょう。あなたへの警告のつもりか体色が激しく変化しています。クラーケンは体液を噴射して重力のない宇宙空間を移動しています。そのクラーケンが宇宙船めがけて突進してきました。あなたの宇宙船にはバリアが備え付けられていますが、クラーケンの攻撃に耐えられるほどの強さはありません。ものの数秒でバリアは破壊され、あなたの宇宙船は別の惑星へと落下していきました。新地帯に不時着。なんとか命は助かりましたが、再び離陸することができません。その時ちょうどクラーケンのデータ分析が終了しました。クラーケンは呼吸のために酸素を必要とせず、 DNA が絶えず変化を続けています。そしてあなたの宇宙船のバリアを取り込んだ今や、体の周りにバリアを作り出す能力まで手に入れました。あなたが落下した惑星は全くの異世界。防護スーツを装着し周囲の環境を探索しました。大気には窒素と硫黄が満ちているようです。あなたは外へ出て歩き回りました。重力の強さは地球程度。湿地帯を歩いていると、あなたの宇宙船が回収したものと同じような皮膚組織が発見されました。足元の液体はスーツを溶かす力を持っているため浮遊で移動します。奇妙な姿をしている木は大気の成分を吸収して生きているようです。しかし他の生物は見当たりません。歩いていると惑星の中心までぽっかり開いたクレーターにたどり着きました。中へ入るとそこにはあなたのものによく似た宇宙船がいくつもありました。クラーケンに襲われた船は皆この惑星にたどり着いていたのです。中にはまだ動くものもありましたが、大多数のその他は完全に破壊されています。スーツのセンサーが突然反応を示しました。惑星の中心に生物がいるようです。あなたはそこに近づくことにしました。できるだけ静かに移動しましたが、突然足元の大地が震え始めます。あなたは身を伏せて頭上からの落石から身を守りました。巨大な触手が何本も何本も飛び出し、その後その持ち主が姿を現しました。システムの分析によると、このクラーケンは全く姿の違う10倍も大きなもののようです。あなたのことは見えていないものの、その存在は感じているようです。
クラーケンは惑星中を破壊して回り、あなたを見つけようとしました。その最中、あなたの宇宙船も弾き飛ばされました。部品が弾け飛び、発進させることができません。あなたは別の排気船から同じパーツを取り外し、スーツの自動修理機能で宇宙船を修理しました。その数分後、宇宙船は元通りに。あなたは宇宙船を起動しました。ダメージは受けているものの、離陸は可能なようです。あなたは間一髪、クラーケンの横をすり抜け、脱出に成功しました。あなたが話を終えても、コーヒーショップの誰もが何も話しません。あなたの言葉を誰も信じていないようです。というのも、火星はあなたがクラーケンに弾き飛ばされる前から、あなたとの通信を失っていたのです。すると突然、クラーケンが出現したという警報が鳴りました。皆がパニックで逃げていきます。あなたの頭の中で声が響き始めました。ほとんどは言葉にならないような音でしたが、クラーケンはあなたがここにいることを知ったようです。あなたを追いかけていたクラーケンが、ついに火星にまでたどり着いたのです。宇宙ファンの皆さん、お待たせしました。今年発見された宇宙の秘密を見ていきましょう。巨大な星から有機分子まで、今年は天文学者にとって素晴らしい年でした。それでは2023年に見逃したかもしれない宇宙の新発見をアップデートしましょう。まず真のアストラルモンスターが発見されました。夜空を見上げて異常に大きい実に巨大な星が見えることを想像してください。科学者たちはジェームスウェッブ宇宙望遠鏡と呼ばれる特殊な望遠鏡を使って初期段階の宇宙を探査しています。その研究の中で科学者たちは太陽の1万倍もある大昔の星の数々を偶然発見したんです。太陽の1万倍ですよ。この巨大な星は数十億年前に宇宙で誕生した最初の恒星の一つです。球状星団を巨大な宇宙の乗組員だと考えてください。各集団は10万から100万人の乗組員で構成されています。このような星団は巨大な親族の集団のようなもので、全ての星が同じ時期に生まれています。しかし今年の新発見であるこの巨大な星の何が特別なのでしょう。実はその中心部コアは今日の恒星よりもはるかに高温なのです。科学者たちはこの強烈な熱の原因は大量の水素が高温で燃焼しているためではないかと考えています。銀河のバーベキューパーティーって感じでしょうか。球状星団では面白いことが起きています。小さな星が超巨大星に衝突し、追加エネルギーを得てパワーアップしているんです。面白いのはこのような星団のほとんどは今ではもう古くなっており、超巨大星はずっと前に姿を消していること。今日私たちが観測している星団には超巨大星の存在を示す手がかりしかありません。科学者たちは超巨大星団の謎めいた痕跡だけを頼りに超巨大星団を研究しているんです。この巨大な星の発見は宇宙を理解する上で非常に重要。もし科学者たちがその存在を確認できる証拠をさらに集めることができれば、研究が大きく進展するはずです。そうなれば一般的に球状星団や超巨大星がどのように形成されるのか、より深く知ることができるでしょう。でもこれは2023年の面白い発見の一つ目に過ぎません。次の発見はちょっと悲しいニュースかもしれません。土星に特別感を与えている美しい土星の輪がありますよね。なんとそう遠くない未来に、といっても天文学的な時間で言えばなのですが、消えてしまうかもしれないんです。2004年から2017年まで NASA の土星探査機カッシーニが輪に関する興味深いデータを収集しました。土星探査機カッシーニが土星で巧妙に動き回っている間、科学者たちは驚くべきことに気づきます。リングは毎秒何トンもの質量を失っていたのです。つまりこの壮大な輪はせいぜいあと数億年しか存在しないということなんです。これは人間にとっては長い時間に思えるかもしれませんが、宇宙の壮大な仕組みからすればほんの瞬きのようなもの。重要なのは土星の巨大な輪が永遠には続かないということが分かったこと。いずれは消えてしまうんですね。あなたや私がこの瞬間を捉えることはありませんけれど、土星の輪が消えたらどうなるかについて科学者たちは面白い理論を打ち立てています。彼らは天王星や木星のような太陽系の他の氷惑星やガス惑星にもかつては巨大な輪があったのではないかと考えています。しかし時とともにそれらの輪は摩耗し、天王星が今持っているような小惑星の細くうねる帯のようなものになったのかもしれません。土星の輪はほぼ氷でできていますが、岩石の塵も散らばっています。
この塵は小惑星や小さな隕石が天体に衝突してバラバラになったもの、まるで氷の微粒子と宇宙ゴミの吹雪のようですね。さらに土星が形成されたずっと後に土星の輪が出現したことも明らかになりました。恐竜が地球を闊歩していた頃、土星の輪はまだ形成途中だったのです。つまり天文学的な年齢から見ると土星の輪は非常に若く、できてから数億年しか経っていないのです。この発見は科学者たちを興奮させました。土星の過去に劇的なことが起きて、見事な氷の円盤ができたことを意味しますからね。でも何が起きたのかは謎のまま。科学者たちは土星の輪が形成された原因や、輪がなぜこのような構造をしているのかを解明したいと考えています。今後の発見に期待しましょう。さて、次は楽しい発見に移りましょう。まだエキサイティングな宇宙ニュースがあるんですよ。最近、宇宙で最も遠い銀河の一つを研究していた科学者たちが、有機分子という驚くべきものを発見しました。その銀河とは、銀河 SPT-041847。地球から120億光年以上離れています。想像を超えた距離ですよね。これは複雑な有機分子が発見された銀河としては、これまでで最も遠い銀河。つまりこの銀河を見ることは誕生して間もない宇宙を見るようなもの。この銀河が今どんな姿をしているのか私たちには分かりません。地球に届いている光は宇宙がまだ15億歳だった頃の姿ですからね。そんな過去のものを見れるなんて想像がつきますか？その銀河で発見されたのが非常に複雑な多環方向属炭化水素分子。これは PAH とも呼ばれています。これは一体何なのでしょう？これは地球上にも存在する分子で、車のエンジンの煙や森林火災の煙などにも含まれています。PAH 分子は炭素原子の鎖からできており、興味深いことに生命の基本的な構成要素と考えられているんです。こういうことです。生命の構成要素である小さな炭素差が遥か彼方の銀河系で発見されたんですよ。これは星草の山から針を見つけるようなもの。また研究者はその銀河に漂うガスが重元素で満たされていることも発見しています。これは多くの星がその銀河系に行き、その元素を作り出してきたことを示唆しています。つまりこの銀河は他の元素も豊富に含んでいる可能性があるということ。この発見は可能性の世界を広げ、多くのエキサイティングな疑問を投げかけます。遥か彼方の銀河系でこの分子はどのように形成されたのでしょうか。私たちは過去を見ていますが、その間にこの有機分子に何が起こったのでしょう。生命に進化したのでしょうか。私たちは驚くべきことのほんの一部を知り始めたばかりです。ところで、そんなに遠いのに科学者たちはどうやってそんな大発見ができたのでしょうか。それはジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡という装置のおかげ。この高性能の望遠鏡は最近打ち上げられ、宇宙観測にかけてはものすごい力を持っています。科学者たちがこの遠い銀河を研究していた時、ちょっとした問題がありました。遠くの天体からやってくる光はとても微弱で、見ることも検出することも難しかったのです。しかし彼らはこれを解決する素晴らしいアイデアを思いつきます。重力レンズと呼ばれる自然の拡大鏡のような力を利用したのです。2つの銀河がぴったりと並んでいるところを想像してください。ちょうど写真撮影する感じで、背景である遠くの銀河からの光は私たちに向かっています。しかしその途中、巨大な宇宙レンズのような前景の銀河を通過します。すると前方の銀河の重力が虫眼鏡のように光を曲げ、大きく明るくしてくれるんです。望遠鏡に宇宙のズームレンズをつけた感じですね。この光の屈曲はアインシュタインリングと呼ばれる超クールな形状を作り出します。これは前景の銀河を囲む光の輪のようなものです。自然が見せてくれる魔法の力みたいですね。重力レンズとこの美しいアインシュタインリングを一緒に使うことで、科学者は遠くの天体をよりはっきりと見ることができるようになり、宇宙について驚くべきことを知ることが可能になりました。そしてそのおかげで初期の銀河の隠された科学的相互作用を明らかにすることができたのです。すごくないですか。科学者たちはこの発見に興奮を隠せません。信じられないほど遠い銀河からこれほど複雑な有機分子が見つかるとは予想もしていませんでしたからね。もしかしたらこれは不思議に満ちた宇宙の旅の始まりかもしれません。宇宙ファンの皆さん、宇宙から目を離さないでくださいね。宇宙は驚きに満ちており、これからどんな素晴らしい発見があるのかは誰にも分かりません。今後さらに多くの発見があることを期待しましょう。